ジェフさんが褒めてくれてるよ。絵も日を得るゴキウサギも完成度高いと思うよ。造形はね、僕、その小さいやつはね、素人なんで、いまだに手作るのが正しいのかよく分からずにやってますんで。言うても、賞取ってるやつも全部それやんか。いや、まあそうなんですけどね。けど、とりあえずやってみたら賞取れるだけで、僕は今回です。そうなんですけど、まあまあ、ほんとね、立体はね、あの小さいやつは好きじゃないんですよ、僕。あ、やりだすとね、うん、ちょっと楽しいというか。あ、1個作ったら、うん、あ、もうちょっとこうしたいなーとかなってきたら2個目作るわけですよ。やっぱね、そうだったね。そう。で、2個目行くと、あれ、もうちょっとこうできるなーとかなってきたら、うん、次3個目ですよ。あれで、この構造やったらあのパターンもこのパターンもいけるなーとかってなってくるわけですよ。僕はあの小さいのはハマりたくないんですよ。けどやりだすとね、なんかこうどんどんやっちゃうっていうね。おー、ちょっと困ったもんだなと。まあそれはいいんですけど、その ロスコはなんでそんな好きなの？なんで2個も持ってるんですか、それ。ロスコはね、なんか、いや、なんて言うんだろうな、絵は好きなんですよ。で、好きなんだけど、ずっと眺めていると、なんかね、飽きてくるっていう部分がやっぱ多いんですよね。特に、すごくはっきり書かれてるような、これが人だとか、これは物だとか、わかるようなものは、最初はすごく好きなんだけれど、まあ、長くても5年とか10年ぐらいしてくると、まあまあ、これはこれでいいかな、みたいな感じになってくるんだけど、そうじゃない、まあ、抽象画って言われてるけど、実際に抽象画って僕はあんま思ってないんですけれど、うん、何かをこう、いろんなこう読み方ができるような絵っていうのはすごく不思議だな。そこにあるだけで別に邪魔にならないし、でも空間をはっきりとそれで作り出してるし、すごい不思議な存在で。すごい。いや、ね、そうなんですよ。ロスコの、今僕は簡単に、これが海で、あれが丘でって言いましたけど、うん、そうなんですよ。そういうふうに言ってしまうと面白くないっていうか、うん、難しいのはロスコの絵見てこれが何か分からんっていう人いるじゃないですか、うんうん、そうしたらこういうふうに説明せざるを得ないんですけど実は説明しないで何か分からんまま楽しんだ方が楽しかったりするんですよ。そうだね。なんかこう今の後ろのやつだったらなんかこう黄色が、こうなんかこう情熱を放ってるようにも見えるわけじゃないですか。うん。すごい輝いてて、エネルギーを感じる力強いっていうね。そうそうそう。うん。なんかそういうこう、そういうオーラ的な存在として見ていく方が楽しかったりするんですよね。うん。ね、うん、でもそれが苦手な人もいるのは確かで。そうなんですね。ブラリンな状態がね、やっぱこれはこうだって言ってほしい。言葉で理解したい。っていう人もやっぱ多いと思うんですよね。だから、ああ、これはどう見ても池の絵やな、これは花の絵やなっていうのが分かる方がいいっていうのは、それはそれで分かるんやけど。そうなんですよ。で、もう一つは、見たときに、うん、今おっしゃったように、これが何か分かった方がいい人と、うん、分からんかったら、こうすっきりしないと。そうだね。いう人と、うん、何か分からんない方が、いろいろ解釈できて楽しいっていう人もいるんですけど、うん、もう一つはちょっとこうこれこういうふうに見出したら面白いよってちょっと後押ししてあげた方がいい人っていういるわけですよ、うんうん、でそういう人には例えばロスコの場合だったらその色がこうオーラを放ってるように見えるでしょうとか、うん、例えば一見海と空とるけども、うん、例えばなんかこう上と下の下の人が頑張ってって上の人がと混じり合わないせめぎ合いみたいなこの間のとこ間のとこのこの境界の線がはっきり分かれてるような分かれてないようなそこのなんかせめぎ合い黄色と緑のせめっていうふうに見た方が面白いとかねなるほどね。言いだとかっていう後押しをいっぱいしてあげると、うん、こう面白く感じ出す人もいるし、うんうんうん、自分の中の仕方を作っていろんな見方があるんだっていうね。そういう意味じゃね、ロスコは僕すごく後押ししてあげるとすごく
あの、ロスコね、すごくよく見えてくるっていう人はすごく多いような気がするんですよね。うん、小さい頃からもっと、あの、こういう形の絵というのに触れ合う機会が多かったら全然違っただろうなとはすごく思いますね。具体的なものにやっぱり僕ら触れすぎてるから。ほんまそう。いや、それある。それある。ね、なんか大人になってから、もっと小さい時からこういうの見ておきたかったなって僕は思いますね、すごく。僕が感銘を受けたのは音楽でも、あの、クラシックって、うん、あの、シンプルに曲としての曲と、その、バレエとかの、舞台用に作った曲、うん、で、オペラの場面場面、その、何幕何幕に合わせて、うん、あの、脚本があって、それに合わせた曲、とかって、いろいろあるじゃないですか。はいはい。中学ぐらいになるまで知らなくってね。うん。一曲一曲がただの曲やと思って聴いてたわけです、うん。そうだね、確かにね。ね。うん、でもこれは、この舞台の何幕のこういうシーン用に作られた曲なんだよと。うん、あるいはそこにはこう、人がセリフを言うてたと。そうだね。あの、なんかこう、戦うシーンがしてたとかね。うんうん、ここは実は人が亡くなる場面だとかね。そう。だから、そういうなんがあって、勝手にこう、そういう場面を思い浮かべて見ていくと、うん、すごく楽しいと。だ正解はなくていいですよ。勝手に音楽聴いて、うんうん、あ、今花畑かなとか、あ、今子犬が遊んでるなって、あの子犬の遊ぶやつ何でしたっけ、歌曲。ありましたね。子犬のやつね、なんか、うん、あの曲とか、あ、ほんまに犬、子犬がこう2、3匹、あ、そう、なんか、じゃれやってきて、とか言って思いよかなとか言って思ったら曲が楽しく感じると。うん、そういうのを中学の時に習ってね、うん、すごくこう僕はもう感銘を受けたと。ああ。ほんまやってなってね。状況があってこういう風に使われるんやみたいなね。そうそう。状況を思い浮かべたらめっちゃなんか、うん、目を閉じて曲を聴くと映画が見えるようだっていう感じ。見えるよ、ララ。見えるよ、みんなが。っていう風に、そういうこうちょっとヒントくれたら、うん、急に世界が広がると。後押しくれたら急に世界が広がるっていうのがあったんで。うん、そういう形に確かにロスコは似てるかもしれない。そうそうそう。だからロスコなんかはそういうな感じで、うん、ちっちゃい時に見せてくれてね、そんな風にちょっとこう言ってくれたら、うん、はぁってなりますもんね。なるほどな。でも面白いのは本当アートの面白さかもしれないけど、僕は逆にそういう説明とか、まあ語卓とか、あるいはその文脈とか歴史とか、もうあらかじめ知った上で楽しむタイプのものをいっぱい楽しんできた結果、何も知らずにロスコを見ようって思ったの。名前さえも最初知らなかったし、で、そこからわざと一切読まないようにして、僕今までそのロスコの自殺したことも知らなかったんですよ。でも知らなくてもいいやって思えたのが、すごいこの作品のすごいところで、もうあるだけですごい素敵な気持ちになれるし、見てるだけでまあいい気持ちになれるし、なんだったら窓がない部屋があったとしても、窓の代わりにこれを置いとけばいいやって思えるぐらい。面白い、うん。ロスコのこと知らなくって、うん、インターネットでそれの絵を見てね、うん、これは最高の絵だと思って、やっぱ最初のその、うん、初めて見た時のこの印象というかね、うん、がやっぱあのそういう感覚でしたよ。あと、なんて言うんだろう、自分でね、この絵やったら、最初僕見た時はね、これやったら俺描けるんちゃうかって思わなかった。みんな思うと思うよ。そう、ね。みんな思うと思う。そう。うん。これやったら俺でも描けるかもしらんって、小さな画面で見てるときは本当にそう思うんですよ、うん。でもね、そのディテールとか見始めると、うん、これ作るのに一体どれほどの時間かかったんやろな、この人は、うん。どんな技術を持ってたんやろなとか、もうね、真似とかそんな全然できない、ね。難しすぎてね。出来上がったものは簡単そうに見えるものほど多分すごい難しいんやろうなと思いますけど。ほんまにアートすごい。どうやってこれ、そもそもこれどうやって発想してこうなったんかな。このたった2つぐらいのもので作られてる四角が2つあるだけ。枠の中に。で、ようこれ作る気になったら、どういう発想？出来上がってからは僕らはそれだけで感銘を受けるんだけど、そんだけの迫力があるんだけど、
作ってる本人はどういう気持ちでこれ作り始めて、どうやってこの形に持ってったんかなって、うん、それはすごいやっぱり気になりますよね。うん、そういうことが気になる入り口がそこにありますよね。うん、聞かれる入り口っていうかね、うん、ずっと見てても楽しい、いろいろ考えるし、ぼーっとしててもなんか楽しいしっていうのはありますね。いやほんまね、いいんですよね。ね、本当にね。そうなんですよ。だから本当ね、逆を言うとそういうのが世の中にあるがために、僕なんかはそのそれぐらいの作品どうやったらか作れるかなって、もう、路頭に迷わせられるのはそういう作品が存在するからなんですよね。表現者だと絶対常にそれ考えるよね。そう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 。すでにできてるものをどうやって超えていくわけじゃないんだけど、じゃあ自分の立ち位置はそれを見た上でどこに作るかっていうね。そうそう。僕なりのそれはどうやったら作れるかなみたいなね。本当だよね。うん、そのせいで悩みますよね。深い悩みや。